横川正蔵横川正蔵明治37年4月21日は、明治期の新聞記者、スパイ、南部森岡藩の出身、署名は有事、有事のペンネームで活動することもあった。旧姓は、三田村、山田。若い頃は自由民権運動に携わり、カバさん事件により投獄された。また、百八十七年には、保安条例施行に伴い、 伊藤圭介と共に、皇居周囲三里以内から追放された。その後、朝日新聞の新聞記者として、軍事重忠の千島列島探検隊の特派にや、日清戦争の従軍記者などの活動をする。その後、記者を辞め、アメリカでの農園経営やハワイ移民の圧戦などに、携わった。この間に、娘が二人生まれたが、妻を亡くしている。 日露戦争開戦に際しては弟に娘を預け、北京公使館の内田公際申告公使に招かれ、青木戦順大佐率いる特別任務班のメンバーとなり、青木帝介と共に特殊工作に従事する。ロシア軍の統制鉄道爆破任務のためラマ像に変装して満州に潜伏する。肖像と同伴の青木帝介は、巡回中のロシア軍コザック機兵に、 父春にて捕獲されてしまう。二人は即ハルピンに移送され、軍法会議にかけられた。検察官は彼らは民間人であるとして、公主刑を休刑したが、肖像はそれに異議を唱えた。どうか重殺刑に処していただきたいと嘆願した。しかし裁判長は、ロシア軍総司令官クロパトキンに二人の態度に感銘を受け、彼らの原刑を制願した。だが、 クロパトキンの判断は判決を変えなかった。重殺刑の判決を聞いて、二人は裁判長と法務官に深々と一礼した。死に臨み、肖像は唯一心残りであった二人の娘に衣装、書き、所持金500両をロシアの赤十字社に寄付した。処刑当日。刑場にはロシア軍将校、外国幹線部官、一般ロシア人などが大勢が 敵国の赤十字社に所持金すべてを寄付した、肖像の前例のない行動は、ロシア人の心を動かされ一目見ようとしたためである。二人は、最後に、天皇陛下万歳を叫び、39歳の若さで、死亡した。ありがとうございます。